はい、西崎です。前回ですね、ちょっとなかなか慣れない企画でうまく取れなかったんですけど、今回は大丈夫。テーマが優秀なリーダーの条件です。このチャンネル見ていただいている方の中にもですね、チームを持っていたり部下後輩の育成教育を担当されている方って多いと思うんですけども、皆さんうまくマネジメントできてますか？部下が言うことを聞いてくれない、部下がこっちを向いてくれないっていう上司先輩の方多いんじゃないかなと思うんですけども、今日はですね、僕がこれまで16年間仕事やっていく中で、これをやればいいリーダーに近づけるなっていう風に感じたたった3つのポイントだけ、この3つだけ、今からお話しする3つだけやっていただくといいリーダーに近づけるんじゃないかなという話を今日はしたいなというふうに思いますんで、最後までお付き合いください。チャンネル登録ね、ぜひまだされてない方、ぜひチャンネル登録。ビジネスに役立つ情報配信しておりますんで、今日の話聞いてもらって参考になった方は必ずグッドボタン、参考にならなかった方も必ずバッドボタン、どちらか押していただいて最後までご覧ください。優秀なリーダーの条件3つ、いきましょう。はい、優秀なリーダーとして、はい、まあ、持つべき3つのポイントがありますか？1つ目がビジョンを語り、背中で見せられるかどうかっていうね。これリーダーの絶対条件かなと思うんやけど、組織とかチームとかをどこに持っていきたいのかっていうね、未来を見せられるかどうかっていうのは、これは絶対に必要で。で、これもう一個ね、今日続いてたやろ。ビジョンを語り、背中で見せられるかっていうのが、これが大事よね。言ってるだけじゃダメってこと。未来はいくら語れたとしても、それを自分の背中で見せられないと。具体的に言ったら、先頭に立って森の中を開拓していけないと、これついてこいよねって。あの上司言ってるだけやしと。いいことは言うけど、何もやってくれんしっていう風になってしまう。ちゃんと道が切り開けたら、あとは任せていくっていうのが大事ね。いつまでも先頭切っとったらさ、そこの分野での成果は埋めるんやけれども、新しい未開の地に尽きていけないよね。だからリーダーは、まず自分が道を作ったら、それを後進にすぐ譲って任せていくっていうのが必要じゃないと。二つ目は、確実に成果につなげられるかどうかっていうね。やっぱなんだかんだ言って結果を作りきらないリーダーは、どんだけいいこと言って行動してたとしてもついてこないよ。このリーダーについていったらいいことがあるっていうのを体感させられないとついていかんやん。いいことは言ってくれるし、ちゃんと行動はしてくれるんだけども、失敗ばっかりで給料も上がらないし、全然仕事もやりがいない、楽しくない。どう？いややろ。ちゃんとしたビジョンを示して、背中で示した後に何が次に求められるか、優秀なリーダーに求められるかっつったら、もう結果よ。で、やっぱ優秀なリーダーであればあるほど、なんとかして確実に成果につなげていくんで、もうトップセールス張ってる子たちの中でね、すいません、今週ちょっと5本だけ足りませんでしたとか、売り上げがあと100万だけだったんですけどね、みたいな話って、ほぼ聞かんじゃんね。なんとかして帳尻合わせてくるから、なりふり構わず数字作ってくる。仲のいいお客さんにね、頭下げてでも数字を作ってくるし、結果に対して、本当の意味でこうコミットできるっていうね。これはやっぱ優秀なリーダーには必要な絶対条件じゃないかな。成果って、まあ売り上げって分かりやすいんですけど、うん、これが例えばクリエイターとか学生とか、営業以外の場合って何をもって成果としますか？売り上げではないけれども、例えば自分が作ったウェブサイトの、例えばどれだけ見られたかとか、お客様の売り上げとか、採用のコンバージョンにどれだけ繋がったかっていう数字が出てくるわけやんか。だからここが成果の部分やと思うよ。結局何かでリーダーをやってるっていうことは目的があるわけやんか。部活動に所属してます。バスケ部キャプテンです。まあ言ったらリーダーやんか。じゃあバスケ部キャプテンリーダーの目的とか、やらなきゃいけない成果。大会があるんやったら優勝することやし、試合があるんやったら試合に勝つことっていうのが、これがリーダーに求められる成果なんで、そこに結びつけられるかどうかっていう、優秀なリーダーに求められる条件3つ目ね。これ大事よ、めちゃくちゃ。結局尽きるとこは愛やと思うやんか。いろんなマネジメントの方法ってあるやん。それこそさ、恐怖で縛り付けることもできるわけやし、罰則で縛り付けることもできるわけやし。ただ、
本当に優秀なリーダーでこの人についていきたいなって思うリーダーもう全員に共通してるのはやっぱね愛のある接し方ができてるかどうかっていうところじゃないかなって。自分のためにではなくて部下のため後輩のために体張れるかどうかって話だと思うじゃんね。でそれってさ本人以上にやられてる側の方が分かるやん。あこの人って自分の数字のためにこういうことやってくれてんだななのか、もしくは自分自身の成長とかこれからのキャリアステップに向けて応援してくれてんだなとかこれ分かると思うけどね。かけてる時間もそうやし、それに対して準備してくれる準備物もそうやし、愛を持って接しられてるかどうかって自分が判断することじゃないけんね。相手がどう受け取るかの話やけん。最後は愛が勝つってやつね。最後は愛が勝ちますよね。よく俺の動画に出てくるさ星野さんって俺やん、うん、鬼やったんよね。もともとね、もともととか今もっちゃけど全然すごい怖くって、バカだのアホだのめちゃくちゃ言われてきたんやけど、けどむちゃくちゃ尊敬してたんや。でなんで尊敬できたかっつったら、すごいやっぱ愛を持って接してくれてた。なんか自分がちょっとしんどいなって思った時に俺より早く気づいてね、ご飯連れてってくれたりとか話いっぱい聞いてくれたりとかね。なんで時間を割くっていうのが一つ分かりやすいことかもしれないね。当然管理も大事だよ。気持ちだけでは絶対持ってかれへんからね。ただその管理のやり方を間違ったらいかんよねっていうね。昔俺もそうやったんや。細かく管理しとったけんさ。そうするとその管理どおりの動きはできるようになるんだけど、イレギュラーなことが発生した時にね、対応できなくなっちゃうんだよね。リーダーが伝えるべきは目的やと、何のためにこれするのかっていうのが分かれば、多少イレギュラーなことがあってもその目的を達成するためにはこういうやり方があるなとか、手段しか教えてもらってなかったらさ、もう同じことが起こった時に同じことはできるけども、ちょっと違うことが起こった時にその違うことができないっていう状態になってきて、すでに4つ目入ってる感じがするけど今日言ったのは3つね。すごく当たり前のことやと思う。当たり前のことやけど、当たり前のことやからこそめちゃくちゃ大事やし、今一度意識してやるといいリーダーに近づいていけんじゃねえかなと思うんで、やってみよう。よかったんじゃないの。やっぱりね、自然に撮らせていただくっていうのが一番いいですね。ふっとカメラを振っていただいて、はい、優秀なリーダーの条件について今日はお話しましたが、まあ基本原理原則本質は同じやけんね。リーダーをやろうが、チームを作ろうが、キャプテンやろうが、何やろうと一緒じゃないと。てな形でですね、皆さんが、まあ、このテーマについて3つポイント聞きたいというテーマがあれば、ぜひコメント欄の方に投げてください。そしてチャンネルを閉じる前には必ずグッドボタンOr バッドボタン、どちらか押して終わるようにじゃないと動画が続けられません。お願いします。チャンネル登録されてない方もぜひチャンネル登録してくださいね。では皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。でも3つってやっぱり覚えやすいですね。覚えやすいやろ、はい、今日3つやったっけどね、うん、だっていつもさ、はい、なんかこう長々話すやん、うん、だから何やったらいいのってあるけどね、うん、で特にその3つ出してるっていうことは大事な3つなはずじゃん、はい、だってしょうもない3つは言わんやろ。もうそれだけで3つだけやってください。僕もやります。浦下もやります。